先月さ、うん、その身内に不幸があってちょっと帰省することがあったんやけど、はいはいはい、でなんか年末年始に帰省した時に、うん、バイト先にこうすいませんシフト開けてごめんなさいっつってお土産を渡さなかったみたいなのでちょっとチクリと言われたことがあったんやけど、うん、まあまあまあ気が利かないからな、うん、ちょっとこれはその今回 その帰省の時もちょっとシフトに穴を開けてしまったから、まあそうだね、これは持って帰ろうと思って、ああいいじゃん、その帰る直前ぐらいにちょっと大阪駅いろいろ見てたら、うんうん、それやっぱその白ふわふわのお土産とか全国各地にあるやつとかあるやん。なわけない。口の中ですぐ溶ける系ね。そうそう、ああいうもうどこにでもあるやつとかが一瞬目について、いやこれいいけど予算的にも、うん、いやこれはその関西帰りましたにちょっとなんないなと思って、まあね、ちょっとやめとこうと思っていろいろやってたら、うん、そうなんかたこ焼きをパイにし、パティシエの人がパイにしましたみたいないらんことしてるな。お菓子があって、いらないよそんなこと。これはちょっと関西感があるなと思って、まあまあね、まあね、それはね、しかもまあその身内に不幸があったみたいなバイトの休み方ベタっちゃベタやから、うん、ほんまですよもあるから、まあ嘘じゃないんだよっていうね、関西行ってたのよっていうね、これを持って帰ったんです。うん、で、まあバイト先にすいません穴開けまして、でパンと置いてたら、うん、やっぱ美味しそうじゃなさすぎてめちゃくちゃ余ってたのよ、その数日その後バイト行った後。で、あ、マジかと思って、うん、ちょっと余ってるから一個食ってみようと思って食ったら、うん、もうほんまにその名の通り、そうたこ焼きをパイにしたみたいな話してもうほんとにその俺が思った意図通り、うん、俺が大阪にいたアリバイみたいな味したのよ。そんな味ね、アリバイの味ってなんだよ。